はい、皆さんこんにちは、渡辺裕之です。今回はプレイステーションのゲーム沈黙の艦隊立浪編コンプリートモードの続きをプレイしていきたいと思います。ミッションの16、ロシア海軍ユーリ・アンドロポフ少将が指揮するロシア太平洋艦隊に挑むという内容です。太平洋方面に全兵力が投入された模様ということですね。敵機関は最新鋭空母を中心に11隻と、さらに潜水艦もいるという内容なので、対水上艦船投用、さらには対潜水艦船投用、両方の装備を持って、出撃ということになりそうだと思います。まずはやっぱり敵のね、機関、おそらく空母になると思うんですけども、それをいち早く見つけて、集中攻撃で撃沈していくというのを図っていきたいと思います。そして魚雷は、水上艦船用のものを、多めに。で、潜水艦もいるということなので、数はね、それなりに揃えていくというのをやりましょう。やっぱりハープミサイル。これ非常に重要なので、ハープを20本持っていきましょうか。これでいいかなと思います。あ、ここで、トマホークに変えることができたな。そしたら、トマホークに変えましょう。トマホークの方がもちろん、協力にはなってくるので、トマホークで、ね、敵の空母を見つけたら集中的に攻撃を仕掛けて撃沈という流れを作っていきたいと思います。ではまず初期状況ですけども、震度130、15ノット早速敵を発見しているので、この震度だと、そもそも、ミサイル系が撃てないので、まずは震度をちょっと上げていきましょう。震度100、速力15。敵の潜水艦ですね。敵も撃ってきた。迎撃されましたね。そしたらすかさずですね、こちらは優先弾へと切り替えて撃っていきます。ボトムについて速度もゼロまで落とします。敵の耐水ヘリ、これに対処する動きですね。優先魚雷は命中。戦闘艦コバジュピッチですね、撃沈してます。それでは急いでこのノイズの中に突入しましょう。敵の耐水ヘリがやってくる前にできればこのノイズの中に隠れたいですね。ちょっと逃げ切れなかったというか突入しきれなかったので、ここは新たな敵艦に備えましょう。さあ、魚雷出た。衝突コース。敵も、迎撃を撃ってくるか。撃ってきますね。ただ、これはいいので、この中に突入して身を隠しましょう。こちらもね。で、優先弾で仕留める。ちょっと当たらないかな。角度が急すぎるか。外れた。優先弾2本目撃ちましょう。速度は0まで落とします。距離が近すぎる。衝突コース、ただ。どうだ。敵の耐水ヘリから出てる耐水弾に気づくのが遅すぎた。食らったー、直撃だー。残念。ちょっと気づくのが遅すぎましたね。うかつでしたね。目の前にいる戦闘艦は撃沈しましょう。かわされた。あんまり潜水艦を相手にしてる場合ではなかったかもしれないですね。
セントマドルフィンですね。これがまだ生きてる。そしたらマーク48の魚雷で、とどめを刺しましょう。さらに敵の潜水艦。前方。正面。この距離だったら逆にですね、シーランスで仕留めましょう。敵の対水エリアがどっちからやってくるかも、見ておいてですね。敵の位置。しかも敵の本体の位置ですね。どのあたりに住んでるかっていうのを、見極めていきたいと思います。ジョロビッチ撃沈です。右の方から敵の対水ヘリの魚雷がやってきてますね。ちょっと距離的には逃げ切れないかな。直撃受けた。もうこれ以上はもらえないというところでもらってしまいましたね。では敵の対水ヘリがいる方向へと送還をしていきます。さらに右側の方には敵の潜水艦が見えてますね。V が落とされているので、この方向に敵がいると思って良さそうですね。さらに、ソナーに複数の敵艦発見します。これ数が多い。ここが敵の本体と見て間違いなさそうですね。もうすでに完備に、2箇所大ダメージを受けているので、これ以上ダメージを打と、先に、立浪が落ちる、激震されてしまう可能性があるので、この先はですね、とにかく先手先手。で、行きましょう。トマホーク。通常弾頭で、まずは発見している敵の、水上艦に撃っていきます。命中。護衛艦ですね。ミサイル巡洋艦、ニコライエフ。この先に、敵の、空母が、いると思うので、空母の方を目指していきます。対水ヘリに発見されましたね。この対水ヘリへの対処は、デコイを使っていきましょう。さらにトマホーク命中。さらに奥にも水上艦発見します。サイズ的には同じ巡洋艦ですかね。命中してます。ミサイル巡洋艦グローズにですね、撃沈です。さらに発見しているのでトマホーク射程が長いので使いやすいですね。うん、これが空母だったんだな。命中。ちょっと変則型の空母かな。ケズネツォフ空母ですね。ちょっと欲を出したい気持ちもあるんですが、クリアを優先するためにトマホーク撃って終わりにしましょう。トマホーク2本差しです。命中。撃沈。まあやっぱりトマホークに変えたのが正解。まあ序盤潜水艦相手に被弾をしてしまって危ういかなとも思ったんですが、敵の主力の位置をですね特定した後はトマホークが威力を発揮してくれました。というわけで今回は新たにトマホークを使って攻略を行いました。いかがでしたでしょうか。次回はまたこの続きをプレイしていきたいと思います。